はい、ということでこちら8階のエレベーターホールになっております。グラデーションでちょっとねオブジェっぽくてかっこいいですよね。結構広めです。はい、そして、今日泊まらせていただくお部屋806号室というところで、こちらですね、こんな感じのブルーグレーのような感じのルームキーになっております。はい、ということで入ってみたいと思います。じゃん。はい、ということでですね、配置図見るとこんな感じで、すっごいね細長いところに両側に廊下の両側にお部屋が詰まってるって感じですね。はい、入って、下はですねこういったちょっとグレーのカーペットになってまして、左側にですねこういったくぼんだ部分ありましてですね、そこに、こういった形でハンガーが6個、それから消臭スプレー、そして下の方には、シューブラシと靴べらがあります。下の方にはですね、ダークブラウンのヘアバキ用が2つあるという感じでございます。2組ですね。あとバッケージスタンドも置かれております。はい、そして右側はこういった形でですね、姿見、全身鏡、木目調の、枠のやつにあるという感じですね。はい、お部屋こんな感じでございます。じゃーん。なんかすごいねシンプルで、かつなんていうの、ブルーとグレーとそれから、白なんで、なんとなくこう若々しい感じがしますね。あと木目調か。はい、ということでベッドはですね、どうだろうね、140センチの、ダブルサイズですかね、150なるあるかなという感じになってまして、ここにですね、ルームウェア、かなり薄手の、ちょっと中が透けているような感じのホテルメッツオリジナルのルームウェアもあります。ヘッドボードのところにはこういった感じでですね、なんかね、あれがありますね。はい、そして、ここに机、なんかねすごく三角形に近いような形で、使い勝手がどうなんだっていう話はありますが、そこの上にですねライトと、それからミネラルウォーター、そして、スプレーなんかが置かれております。椅子がですねこういった形でちょっとね淡い、ブルーのファブリックの椅子になっております。はい、そして、反対側がですねこうバースペースみたいになっていまして、この上のコーヒーは、下のですねフロントフロアで、コーヒーサーバーがありました。で、ここ開けてみますね。はい、じゃん。お、ここには1段目のところにはコーヒーカップ、なんか可愛らしいですね、なんか紅茶のカップみたいな形のコーヒーカップと、それからちっちゃめの、グラスのコップが2つあります。それから下の方にですね、2段目にはドリテックの、白い電子ケトル、可愛い感じがありますね。左側、冷蔵庫ですね、三菱電機でしょうかねこれはね、そうですね、三菱電機エンジニアリングのワンダータイプのダークブラウンのワンダータイプの冷蔵庫になっております。はい、そして右側にはですねシャープのプラズマクラスターという構成ですね。あとはですね上はじゃん、テレビです。テレビ結構大きいね、40インチぐらいありそうですね。はい、いう形の、パナソニックのテレビになっております。なんか上のところがねこんな可愛らしい感じで止まってていいですね。はい、ということで壁はですね、ベージュ系のクロスと、このブルーグレー系の淡い、クロスという感じで、あとはね、照明ちょっと暗い系ですね。ここに照明ないんだよね。はい、ダウンライト、ここ1個しかありません。天井はですね、この高い部分で250ぐらいっていう感じですかね。はい、いう状況でございます。はい、そして、窓のところはこういう感じでですね、グレーの長い、カーテンがあります。眺望がいいといいね。駅前8階でございます。せーのトーン。おー、なるほど、こっちはあの市街地側では、市街地側という失礼言い方じゃなくて、思いっきり線路の上ですね。線路の人と目が合いそうですねこれ。
でもこのトレインビューでもないか。トレイン来たらトレインビューか。いいね。なんか面白いですね。はい。ユニークでございます。ちょっと夕焼けが綺麗ですね、今日はね。はい。いう状況になっております。玄関の方を見るとですね、こんな感じになっていて、ちょっと余裕がある感じになっております。以上になります。それでは水回りです。開けてみたいと思います。じゃん。おお、綺麗、広いって感じですかね。第一印象。リクシルのですね、シャワートイレあります。そして、洗面台も陶器製でございます。そこにですね、メッツオリジナルのフェイス&ハンドウォッシュがあります。これオリジナルなのかな、これ。作ってるところは、ウィンドヒルっていうところで、これは OEM ですね。はい、そして、お風呂。バスタブはこんな感じの卵型になっております。ほんと卵作れそうですね、これね。そこにトイレタリーもオリジナルになってます。はい、ディスペンサーに入ってるので、ちょっとね、なんかわかんないですね。で、シャワーもですね、リクシルのシャワーになってまして、一面がこういった木目調のパネルになっていて、ピカピカ光ってる感じでございます。トイレタリーじゃない、ごめんなさい。アメニティはですね、9階のフロントのところの横にもですね、いろいろ化粧パーチ含めて置いてあって、部屋は最低限しかないという感じでございます。ドライヤーはイオニティでございます。あとはタオルここにあるという感じですね。はい、以上になります。今回泊まらせていただいたお部屋はシングルルームです。ベッドタイプがですね、140cm 幅のダブルサイズ。マットレスは指紋自社製です。結構ね、いろんなホテル泊まってて思うんですけど、部屋名にシングルと書いてあってもベッドがダブルというのはですね、特になんかこう結構大手さんで、なんか自分のホテルにこう自信を持ってる会社でですね、多い傾向かなとはちょっと思いますね。ただちょっと紛らわしいのでね、なんかダブルルームって言ってくれていいと思うんですけどね。はい、食事なす泊まりで、広さが18平方メートル、料金が税込み2名で、7021円でございます。選んだポイントはですね、ホテルメッツというところと、まぁ、ちょっとたまたま船橋に用事があったということで、予約はですね、アグダ経由で久しぶりに予約をさせていただきました。最近ね、もっと東京が続いてたので、もっと東京はね、アグダ経由だとね、できないんで、アグダは久しぶりでございました。今回の部屋のイメージ、こんな感じでございます。はい、思いっきりシングルルームと書いてますが、ホームページに記載ございます。エントランス入ってですね、左側に大きめのユニットバス、奥にですね、140cmのダブルベッドと、それからちょっと変わった形のテーブルとかワゴンみたいなのが置かれてます。足元のですね、テレビは43インチ、まあ、ただスマート用ではなかったですね。窓はですね、足元から上までの結構でっかい窓でございまして、そこからはですね、こちらの部屋の場合ですと、電車のホームが見えて、なかなか、普段見ることのない角度からの光景でございました。806号室、北向きの部屋で面積18平方メートル、天井高251センチメートルの部屋でございます。筋の見える部屋データでございます。まあ、特殊スペックと特にないんですけど、まあ、水回りスペースがやや広かったというところ。それからコンセント数10個と多めだったんですけども、USB がなんかなかったですね。はい。築年数まだ5年いかない築浅のホテルになっております。客室のバリエーションです。基本的にこうね、駅前ということもあってか、まあシングル、ツイン、ダブル、ということでですね、割となんていうか、シンプルな、ルームバリエーションになっております。こちらのホテルはこんな人向け、まあビジネス、プライベート、双方対応、もちろんできるホテルでございますね。船橋駅の近くのホテルを探している人、あとはね、やっぱ JR 運営しているということの安心感はあると思うので、安心感のあるホテルを探している人向きかなというふうに思います。もっと知りたい人向けのコンテンツになります。ホテルメッツ船橋はですね、日本ホテル株式会社の運営になっています。日本ホテル株式会社はですね、1981年に設立された JR 東日本のホテル事業を行う会社です。結構いろんなね、ブランド持ってまして、ラグジュアリーからビジネスホテルまで幅広く展開をしています。日本ホテルが運営するビジネスホテルのブランドのですね、ホテルメッツは現在、国内に29棟あります。千葉ではですね、千代田庭に続いて2棟目になるという形になります。こちらのですね、ホテルメッツ船橋はですね、船橋駅の南側の駅ビル内にですね、2018年に開業したホテルになっていまして、地下の1階から5階までがショッピングセンター、まあ、レストランとかショップとか入ってるんですけど、シャポー船橋、南館っていう風なところになっていて、6階から10階が、こちらのホテルメッツ船橋になってます。シンプルでですね、居心地の良い空間を目指したそうで、船橋の地名の由来である船の橋から、船とですね、水辺をイメージしたインテリアにしているそうでございます。
ホテルメッツ船橋の最寄り駅はですね、船橋駅なんですが、ちょっとエントランス分かりにくくてですね、改札を出て南口のロータリーに一旦出てからですね、右側に沿って歩いてくると、右側に小さなエントランスがあります。ちょっとね、下手すると通り過ぎそうな感じですね。で、そこを入ると、エレベーターホールがあるんですけども、そこからさらに6階のフロントに上がるという形になってます。ちょっとね、ここで本当に合ってるのかなという不安に駆られながら上がっていくとですね、まあ、フロントは駅前の焦燥とは打って変わって静かな感じでございまして、スタッフが丁寧に対応してくださります。フロントロビーにはですね、ウェルカムドリンクとしてのコーヒーサーバー、それからアメニティバーが置かれていました。はい、それではですね、ホテルメッツ船橋のベッドチェックになります。こちらのベッドは幅が 40cm のダブルサイズ、長さがですね 193cm、 高さが 51cm ぐらいでございます。はい、そして今日の部屋着はこういった形のですね、すいません、ゆうき夕ご飯食べ過ぎちょっとお腹出ちゃってるけど、はい、こんな感じのですね、七分袖の青いラインが入った、ルームになっております。はい、では食べ込んでみたいと思います。おっ、ちょっとバウンドする系ですね。まあでもね、嫌なバウンドじゃないですね。バネではない。はい。おー。お部屋の方はですね、まあ部屋はそこまで広くないんですけれども、効率よくベッドとテーブルと椅子などが配されていました。窓はですね、足元からガラスで、そこから駅のホームが見下ろすことができるという形で、まあユッキーは好きな、眺望でしたね。夕景も綺麗でした。水回りはですね、140cm×180cm と少し広めのユニットバスなのが良かったですね。こちらのホテルはですね、朝食は2階のシャポー南館というところの2階のレストランで食べることができます。雪材でございます。駅ビルという利便性いいんですけども、まあ、製氷機がね、フロントロビーにあるんですよね。なんでルームウェアのまま行けないということで、一時着替えなきゃいけないかったりとか、あとね、朝食もね、ホテルの建物ということじゃなくて、その、シャポーっていうね、商店街のところのレストランになるんですね。なので、道なくきちんとしていかないといけないということで、ちょっとその辺がね、ちょっとね、めんどくさいなと、個人的に思ってしまいました。ユッキーのレビューです。お部屋、設備備品は一通り整っていたので 4-4 とさせていただいております。水回りはですね、まあユニットバスではあるんですが、広めで、だったので3とさせていただきました。サービスはまあスタッフの対応もまあ良かったですし、あとウェルカムドリンクサーバーとかもあったんで3とさせていただいております。環境帳簿はですね、駅からすぐで、帳簿もまあまあだったんで4とさせていただきました。良かった点、残念だった点ですね、こちらに書かせていただいております。良かった点でですね、遮音性というのを書かせていただいたんですが、これはですね、駅ビルなんで下すごい電車走ってるんですけども、その音がね、あんまりほとんど聞こえないというところがすごいなと思いましたね。はい、残念な点としてはちょっとエントランス分かりにくいかなというところですかね、触れてないところで言うと。はい、ということで総合満足で今回は A とさせていただきました。まあ駅ビルながらね、フロントをついた雰囲気でしたし、電車が間近に見られる、まあ眺望でしたし、反対側だったらね、多分ね、逆に船橋の市街地が見えて眺望いいと思います。あとはね、電車間近にあるんですけど、遮音性が高くなくね、快適に過ごすことができたかなと思います。男とでございます。今回妥当とさせていただきました。まあ駅ビルでね、地下浅なことを考えると、まあ JR という看板も含め妥当のラインかなと思います。気によっての状況、津田沼あたりまでちょっと広げてはいますが、ここに書かせていただいております。はい、ということでね、まあ大体平均値になるかなというところでございますが、動画の説明欄に他のホテルのリンクも記載しているので参考にしていただけたらと思います。はい、最後に夕食を食べたところですね、以前蒲田でユキが行った回し寿司屋さんで、すごく美味しかったんでですね、今回船橋にあるということで、というか、まあぶっちゃけこれも結構メインの一つだったです。こちらの店ともあったね、行ってきました。まあいろいろね、たくさん頼みまして、絶対1万超えたかなと思ったら1万超えなかったというところで、まあこの辺もね、リーナムでいいんじゃないかということで、おすすめ5とさせていただきました。はい、ということで今日はホテルメッツ船橋を紹介させていただきました。機会があったら泊まってみていただけたらと思います。それではまた。